必ず俺の靴を全部、俺ね、靴脱ぎっぱでひっくり返ってたりするんだけど、全部きれいに揃えて帰ってくれるの。うん。クソがとか言いながら。あんたたち行くわよ。いいわね、ケリー。そういうとこかな。うん。ゴミ出しもしてくれるし、勝手に。口は悪いけどな。あれはなんか裏返しだから。ぶん殴る、あの、俺に、俺を叩いたりとか、例えば俺のリスナーがさ、俺叩いたりするの、チャンマンに、あの、そういうことやんなよとか、みんな言うかもしんないけど、あんなのはもうお安い御用なのよ。いいの。放送外では全然違うんだから。ツンデレなんだよな。だからそこがいいんだよ。そこは魅力なの。仲間由紀恵は。俺の目が悪いかもしんないけど、俺の中では仲間由紀恵なんだけどな。うん。ビチッと化粧したらな。だからいつもすっぴんだからな。まあでも、すっぴんで43で、あれだったら上等じゃねえ。なあ。アイメイクもしてねえんだし。俺ね、坊ちゃんの何が好きかって、あのピヨピヨ口が好きなの。こいつ舐めてんな、みたいな。バカにしてんだろ、みたいな。あれもう、まあ、ピヨピヨやってるわ、みたいな。あれ大好き。面白いなぁと思って。まあとにかくみんなも坊ちゃんのことはあのミリアあのだんだん地味に俺がハマってんだから、こいつ面白いなって。例えばね、ドナね、こいつ面白いなって俺思って、こいつ面白くねえなってなったのの一番は、桃七。金金金金になったから。わかるこれ。最初は面白かったんだよ。もう、金金金金。ああ、ダメだこれ。坊ちゃん絶対言わねえから。わかる？だってもともとあんなのだって10人ぐらいしかいなかったんだよ、ニコ生やってた時。俺と絡んで増えたんだから。んなんべ？俺の店出入りしててよ。俺の家だって出入りしててよ。なんべ？で、今じゃ、金金金金だから。まあ、みんな俺を踏み台にして頑張ってるよね。いいんじゃないですか？踏んでってください。踏み潰されることはないんで。おいちゃんは、な、こっぱな配信者に踏み潰されねえわ。笑って見てんだもん、俺。だから、便所だって、な、残り時間終わり近くになったら、ね、お茶枠タイムとか言って。何言ってんだ、こいつって。お前よ、そこまで入れ墨入れててよ、って。何がお茶枠だよ。かっこ悪いなって思う。うん。
そまね。なあ。そまね。金くれ金くれかよって。お前、自分で生きろよっていう話になんじゃん。腹くくってそうやってやってんだろって。何をくださいくださいで。そうそう、だから俺ドナー言わないだろ。うん。言ってもらうのはおかしいんだよ。教えてやりてえわ。他の配信者にも。それは気持ちでリスナーが投げるもんだから、自分からくれよとか、イベント何位にしてくださいとかよ。バカみたいなこと言ってんじゃねえよ、あんなの。ほんと間抜けしかいねえな。ほんとね、だんだんゴミ配信者が増えてった。だから俺は他の配信者が絡まないように、うん。してる。だって、絡むメリットねえもん。だからそこ行くと、坊ちゃんも絶対言わないじゃん。坊は言わないよ。うん。いいよ。うん。ぼっちゃんは言わないから。私も佐野さん、傍若さんには、投げたい時に投げさせてもらってます。なっちゃん？ああ。いいんだよ。それでいいんだよ。今日の話が、面白いとは思えば投げたりとか、それは投げる側の気持ちだから、よこせよこの野郎みたいな感じじゃん。だからやっぱよ、詐欺師だよな、みんな配信者は。嘘べえついてよな。まあ、勝手にやりゃいいと思ってっけどな、そいつら。長続きしねえぞ。うん。これ目的なのか、純粋に楽しくやってんのか。いや、他の配信者は全員金目的だよ。だからイベント参加するんだろ。俺見てみ。おすすめ規制くらって解除の要請メールも俺運営に打たないから。おすすめなんか乗らなくていいんだよ。俺の放送は本当に俺の放送を聞きたい見たい人が来ればいいだけだから。変なのが来たら邪魔くせえだろ。だからあえてしないの。ドレさんは花火投げないやつはいらないって。ああ、だから完全に金亡者になってるわけじゃん。まあうなちゃんマンっていうのは、まあ、ああ聞いたことあるとか、まあどっかしらで聞いたことあるはあるからね。うん。あ、じゃあ今度さ、傍若夫人じゃなくて、傍ちゃんマンにしちゃおうか。夫人ちゃんマンとか。傍ちゃんマンにしよう。今日は後で、多分、今準備してるとか言ってっから、タグ乗ってくんだろ。で、俺は別にコンビニ、俺家にいなくたってあれで勝手に鍵開けてくるから。そしたらいよいよカップルチャンネルみたいやん。ああ全然俺はいいんだよ。うちのだってリスナーはそれで文句言わねえから。まあせいぜい言うのはダリルぐらいだろうな。ギャンさんは言わないと思う。
楽しくうなちゃんやってんじゃん。なんでかわかる？ここ。ここをね、みんなに教えとくね。ギャンさんとダリューさんの違いは何が違うか教えてあげようか。ギャンさんは配信者じゃないんで。ダリルは配信者だから。沸かせないとダメなんだ。だから、ダリルよ、俺はもうお前との付き合いやめるからな。おい、傍若のことをガチャ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 って言って、自分の枠なんか人増えて、チンポ勃起してんじゃねえよ。いつまでも続かねえからな。俺はもう付き合いやめるから。さよなら。でもギャンさんとは俺はこれからも仲良くしてっから。よろしくね。以上です。ここ重要。坊ちゃん、腹くくって言ったよ俺は。まあ230人しか聞いてねえけど、どうせミラーも上がってっから。まあ、もうちょっと聞いてんだろ。どうせ動画も上がるから。俺はそういうの怖くねえから。配信者やりたきゃ、自力でやれよ。こっちの名前使わねえで。それだけ。うん。悪いけど、もう会うこともないと思いますんで。ギャンさんとは連絡は取る。いつでも、俺は取っていいと思ってるよ。世話になってるから。うん。あの、ねえ、ギャンさんには世話になってるから。助けてもらった恩義もあるから。じゃあ、はっきりここで言っとく。もうこれ、もう、ぶっちゃけ、お前らが一番聞きたいことだと思う。俺も、もうこういうの言うのね、かわいそうになっちゃうんだよね。お前さ、うなちゃんマンと、ギャンさんの、小判ザメじゃねえかよ。なんか俺にしてくれた？なんもしてねえよな。うん。そういうことです。ギャンさんは、うなちゃん、なんか困ったことあったら言ってって、俺には言ってくれるけど、俺はあんまり、うん、言わないから、うん。うなちゃん言わねえよなって、いつも言われてるから。おい、なんとか自分でやるから。あのさ、下手なお土産で騙されるパータローじゃねえから、俺は。まあ、自分の配信でも頑張ってくださいよ。知ったこっちゃねえよ。な。だって自分が配信者なんだから、俺のライバルだからね。わかる？坊ちゃんも配信者だから。リスナーじゃねえんだから。他は勘違いしない方がいいよ。自分も枠やってんだから。また右腕とか勘違いしてるやつか。サンゴ？ええ、もう、俺はもういらねえって今、ここで言ったから。宣言したから。だってよ、俺がよ、
大事にしてる女のことをディスってるんだから、もうアウトだろ、そんなの。んなやつを俺が仲良くするわけねえじゃん。じゃあ、てめえの枠よ、勝手にやっとけよ、バーカっつって。てめえなんかいらねえや。どっから出てきたんだよ、てめえなんかよ。やつなんか、正直言ったら半年ぐらいだよ、出てきたの。ダリーノなんて。もう、うなさんのファンなんです。いや、そんなのは、日々日常いるわけよ、俺には。3号。ああ、どうもありがとうとか言うけど。